今日はね、朝からねドライカレーをずっと作ってましてね、ドライカレーだけでね50人前、があってね、お店のレシピで作ってるんだけど、お店のレシピで作ったらね20人前分ぐらいしかないことが分かって、まあお店だとちょっとクレープにつけたりとかっていうのもあるんでしょうけど、なんか半分きゃできねえのかと思ってね、またもう一回やるかっていう感じですが、ねまあいろいろです。はい、それでは今日のお便りを紹介します。それではね、今週もまたいっぱいね、ルルさん、星野さん、まあなんて言ったら空飛ぶ発酵料理人さんがね、追い上げて、前島さんもね、もうみんなで職人みたいにして書いてくれて、嬉しいです。それでは、まずは、どうしようかな。じゃあ生醤油について、まずルルさん、埼玉の坂戸の生醤油をいつも使っています。国産丸大豆、埼玉産小麦、天日塩、天然醸造です。埼玉のお友達からいただいたのがきっかけですが、美味しくてびっくり、製造の会社に電話して、すごく美味しいんですけどと相談してしまいました。もともと合わせ調味料は使ってませんでしたが、醤油が美味しいと砂糖やみりんや酒を使ったらもったいないという感じです。醤油だけで味付けするのが一番美味しいと感じます。うどんの汁も醤油だけでさっぱりといただきます。工場から取り寄せています。美味しい感覚の喜びと驚きが感謝を呼び起こします。自然への感謝、知恵への感謝、食べ物を自然からのいただき物と感じる民族、この民族に生まれたことへの感謝、感謝って幸せです。これね、先週読んでパッと行きました。僕もこの坂戸の、醤油屋さんにね、で一升瓶を2本買ってきて、冷麦に、これにね影響されて、かけてみた、美味しかったです。まあ言いたいことあるんだけどそれで終わっちゃうから次行くね。空飛ぶ発酵料理人さん、戦後の材料不足を輸出型の経済で担ったまま今も変わらないツケがあります。偽物に頼る日本経済と、日本人をそろそろやめないと世界が壊れるし日本人の健康も心配です。ちなみに私は千葉の仲間が集う醤油仕込みグループの生醤油を季節の楽しみとしていただいています。スーパーやコンビニで買えるものは極端に言うと 1% あるかないかです。また若い人には自炊を進め作る大切さを説いています。発酵を取り戻し台所が変われば買い物という投票が変わり消費主体の今の日本が変わるのではと感じています。いつも配信ありがとうございます。私も実は某メディアに絡む、なりわいをしていまして、この業界は海外に比べても個人の意見が小さすぎて先行きあまり期待できないでしょう。まだ YouTube やポッドキャスト系の配信のローカル感が違うもので配信できないかと感じています。まあ自炊を進める大切さを説いています。発酵を取り戻し台所が変われば買い物という投票が変わり消費主体の今の日本が変わるのではと感じています。これ全くその通りでね、まあ言ったって
変わんない人はいっぱいいるけどね、まあ言わないとダメなので、まあ一応言いますけど、うちもねこの小麦を、この冷麦がね、あの小麦で、あの冷麦からさ、あの、まあ、地元の小麦っていうものと、まあ大手の輸入した小麦等の間に何か違うものが、何か体に受け付けない何かがあるんではないかということで、この何日か前から小麦を全部、群馬の地粉に変えました。クレープもそうだしショートケーキも変えて、まあみんなはね、あの美味しい美味しいって騒いで、あ全然違うんですねって、興奮してたけどね、やっぱりまあまあまずくなったけど地元のもの、体にいいものを使いましょうっていうのだとなかなかあれだからね、まあ美味しいっていうふうに言うことでもうみんな一斉に在庫のあった小麦も全部捨てちゃって、変わりました。そしたらね、ショートケーキの中に挟まっている応答があるんだけど、缶詰のね、まあこれも応答っていうのはなんかこう、なんていうの、レトロな感じを醸し出すアイテムとしてずっとフルーツサンドの時から入れてたんだけど、なんか応答が嫌だってねミカが言い出して、まあ応答は中国、国産では作ってないので、中国の、輸入の缶詰なんだけど、これが嫌だって言うんで、じゃあ桃からやるかってなってね、ただでさお客が今一つのショートケーキで4人分かぐらいきゃ取れないようにしてんのよ。だけどそれすらもさ、もう余ってますっていう感じだからね、まあショートケーキそのものをどうすんのっていう話はあるけど、あのまあもうお金のことだけ考えたらね、ダメです。はい、次、マネーイズタイムについた前島さんのコメントです。私の家の周りにはまだ畑がたくさん残っています。ここに住み始めてからその畑のおじいちゃんやおばあさんに挨拶するようになり、顔見知りになると作っている野菜をいただくようになりました。美味しいから私はお返しに手作りの味噌や塩麹やジャム、ドレッシングなど家で作ってるものを差し上げると思いのほか喜んでくれるので、私もついつい嬉しくて、また差し上げたりいただいたり畑を手伝ったりの関係がかれこれ4年ぐらい続いています。畑のおじいちゃんは元大工さんで今は85歳です。草もきれいに刈り取り、支柱などもさすが元大工さんだなと思わせるきれいなきっちりとした仕事ぶりです。かたや私がお手伝いしているおばあちゃんの畑は無農薬で草もあまり取らないし、支柱は傾いて一見雑然としています。まああえてそういう畑にしているんだと思います。おじいちゃんは化成肥料もガンガン使い、時にはそのおばあちゃんの畑の方にもまいといてあげたよなんて言って勝手にまいたり、草をきれいにしたり、2人は仲もよく、おばあちゃんも穏やかな人なのでいつもありがとうございますなんて言ってますが、私にはちょろりと何々さん几帳面だからねとこぼしたりします。そのおじいちゃんがこの間は、化成肥料はダメだな、野菜が大きくなるばっかりで全然おいしくねえ、うちの柿は米ぬかをまいてるから甘いよなんてことを言ってました。あれ?と思いました。マネーズタイムのお話を聞きながら、野菜の農業や、化学肥料、家畜に使われるホルモン剤の副作用、そんなことが頭に浮かびました。ちなみにおじいちゃんの野菜とおばあちゃんの野菜どちらももちろん美味しいのですが、やっぱり おばあちゃんの野菜の方が見てくれは良くないけれど味は断然濃くて美味しいです。まあこういう関係って今あるの?まあある人にしかないけど、難しい。その前島さんはね調布に住んでるから、まあ、調布あたりだともうギリギリ、世田谷だとまず畑そのものがほとんどないからね
かといってもうちょっと外れになっちゃうと、なんか別なね、もうそもそも若い人がいないとかってこともあるし、横浜あたりでも畑ってあるけど、今農業用なんていうの、農そこ農業専用地域みたいになってるから、その中を歩く必然性がないんだよね。農業の工場みたいになってるから。だから道端の生活の中に畑があるっていうような感じって、案外案外東京の調布ぐらいしか僕は、まあ東京とか、あ、調布とか三鷹とかぐらいしかないんじゃないの、まあ国分寺とか、まあとにかくあっちの方っていう気はするね。はい、次。じゃあルルさん、黒豆寒天、本日初めて黒缶をいただきました。よもぎ白玉も香りがあり、寒天も美味しく、黒豆がとても美味しかったです。年を取って遠出できなくなってしまっているおばや母に黒豆の煮たのを持って帰りたい。あの人やあの人やあの人やあの人へ、今年のお中元に配りたいと思いました。公園通りのあの人混みの中、スタッフの方々の笑顔や会話がある空間があそこにだけあるのが夢のことのようで、一緒に行った娘に不思議だね不思議だねと言いながら帰りました。ね、この前お店に来ていただいたそうで、娘さんもね、美人だったよってみんな言ってました。美人の娘さんが。まあでも若い子からすると豆彦ってのは不思議に見えるのかね。はい、次。同じくルールさん、残ったもの、ご飯を作って弁当を作って洗濯して、普通の人はそれで人生終わりよ、それプラス何かする人はいるだろうけどと言った人がいました。母やおばを見ていると、生活のこととお墓のこと、祖母のしていたお地蔵さんやお不動さん、だるま市など日にちの決まったいろいろなお参り、節句やお祝い、年中行事、近所付き合いや親戚付き合い、税金のことなどいつものことで暮らしていました。法事には親戚が集まる、夫は法事というものに参加したことがなかったらしく、集まった人たち と食事している風景を見て、一人の人の命からこんなにたくさんの人が生まれたんだということが見えて不思議な気持ちになると言って驚いてました。実家の仏間には鴨居の上に先祖の写真がたくさん並んでいます。私たちは残ったものと感じられます。守ってきたものが続くのか、母は続けてきた自負と責任と今後も続くかという何とも言えない思いを抱えているように見えます。まあ本当にそうですね。はい、次。生茶パンダさん、エトワールのママは泣いた。吉野さんって本当に上品ですね。綺麗な日本語。私も今となっては人間観察をする余裕ができたけれど、子育て中は無我夢中で必死で過ごしてました。とっくに成人した娘と息子、残念ながらママ自慢されたことは多分ないです。いや、わかんないよこれは。吉野さんの歌を聴いてると遠い昔を思い出させてくれる懐かしさがあります。なぜか元気をもらえます。吉野さん今日も綺麗です。ありがとうございます。はい、次。同じくママは泣いたに、星野さんです。ママは泣いたを聞くたびに何度も思い出す場面があって、いつか吉野さんに聞いてもらいたいお話がありました。桐生川に流したクリスマスツリーのお話です。中学3年生の時でした。私はバレーボール部で、練習が終わると同じ部の女の子が、バスケ部の男子で好きな子がいるからよくバスケ部の練習を見てました。私もついでに一緒に見てたら、一人とっても楽しそうに練習してる男の子がいました。 S 君。その子はいつも補欠で、他にうまい目立つ子はたくさんいたけど私には光って見えました。
うまいとか下手とか関係なく、とにかく楽しそうに練習している姿がとても良かったのです。 S 君のこと好きだなと思って、それから学校で会ったり喋ったり、フォークダンスで手をつないだりすると嬉しいなって思いました。ある土曜の放課後、友達に呼ばれて誰もいない教室に連れて行かれて、ここで待っててと言われて待っていたら S 君が来ました。僕と付き合ってくれる？とびっくりしました。うんっていうのが精一杯でした。友達ははっきり言わなかったけど、私が S 君を好きだというのを見ていて、他の男子たちと企んで仲を取り持ってくれたようです。 S 君とは学校が終わると毎日一緒に帰りました。いろんな話をしたり、雨が降ると雨宿りをしたり、いつも遠回りをして家まで送ってくれました。中学3年生で卒業が近いから、みんなで思い出を作ってるような感じでした。文化祭の打ち上げの後に S 君が家まで送ってくれて、初めてキスをしました。初めて触れた優しく柔らかい感覚はずっと覚えているものです。卒業式の日にクラスごとにそれぞれ思い出のものをタイムカプセルにして埋めました。私は未来の自分への手紙と S 君にもらったフェルトでできたクリスマスツリーのマスコットにしました。クリスマスプレゼントにもらって、いつも学生カバンにつけていたものでした。卒業式の日も S 君と一緒に帰りました。 S 君は男子校、私は女子校に進み、会わなくなっていきました。ある日 S 君から電話がかかってきて、別れてくれる？と、え？って言ったらブツッて切られてしまいました。ツーツーツーという音を聞きながら頭が真っ白になりました。こんな風に切られたことは初めてでした。どうしたらいいか分かりません。様子がおかしい私を見て、ヤンキーで経験豊富なお姉ちゃんが、みっちゃん、そういう時はいい女になって、分かったわって言うのよ。とよく分からないけど、そういうものかなと思って、分かったから、大丈夫だからって言って、S 君とは別れました。その後それぞれいろいろありながら、18年後私は結婚し、息子が3歳の時でした。 S 君は東京で歯医者歯科の勤務医をしていたけど、地元で開業することになり、みんなで壮行会をしようと友人から私にも連絡が来ました。夫は S 君とは高校の同級生で、共通の友達もたくさんいるので、夫と私と3歳の息子で壮行会に参加しました。懐かしい友人がいっぱいいて、それぞれの今を生きてました。久しぶりに会えて楽しい時間でした。二次会のカラオケでは、私は隅の方で息子と遊んでました。ただタオルを頭にかぶせてさっと取るだけでゲラゲラ笑ってました。そこに S 君が来ました。これからもよろしくねと、私はうんって言いながら息子を遊ばせてゲラゲラ笑ってました。そしたら、いいな、そんな風に笑えて、俺はここ2年くらい本気で笑ったことないよって言いました。え、幸せじゃないのって思いました。家に帰ってしばらくしたら夢に S 君が出てきました。普通の家に S 君と暮らしていて、私は普通にお茶を入れて、 S 君は普通に新聞を読んでました。なんだろうこれと思いながらまた夢を見ました。 S 君が後ろから抱きしめてきました。うわどうしよう、こんな夢見ちゃってる、これは私の願望なのかなとドキドキしました。一人でお風呂に入ってる時に思いが溢れてきて、ああ私は S 君のこと本当に好きだったんだなと、泣けて泣けてたくさん泣きました。そのすぐ後、中学の時の同窓会があり、タイムカプセルを開けようとなりました。タイムカプセルから S 君にもらったクリスマスツリーのマスコットが出てきてしまいました。ちゃんと残ってました。 S 君にも見せて、出てきちゃった、これどうしようって言いました。あのクリスマスツリーは大切にしていたものではあるけど、持ってるのもおかしいし、ゴミ箱に捨てるというわけにもいかないなと思いました。どうしようって考えてたら、そうだ、気流川に流そうと、なぜかそう思いました。 S 君との思い出がいっぱいある学校は気流川のほとりにあって、いつも気流川が見守ってくれたから、そこに流すのがいいと思いました。3歳の息子の手を引いて気流川にかかる広見橋に行きました。中学校と気流川と山の景色がよく見える橋に立って、みんなが幸せになるようにこれを流すからね
と息子に言いました。息子はよくわからないだろうけど、うんって言いました。ありがとうって言いながらポンと投げて流れていく様子を見て息子と手をつないで帰りました。それから夢に S 君が出てこなくなりました。水に流すってこういうことかと思いました。 S 君からメールが来ました。いろいろありがとう、これからもよろしくみたいな内容でした。私からはあのクリスマスツリーは桐生川に流しました、みんなが幸せになるようにと返事しました。 S 君はとうとう流されましたか、あのクリスマスツリーからいい芽が出るといいなとありました。夫は共通の友人でもあるのでいきさつを夫に話したら、あいつと会ってるのかと、あ、会ってない会ってないと笑ってまた日常が戻ってきました。しばらくして夫と S 君がばったり会って2人で飲んだことがあったそうで、夫が報告してくれました。いろいろ話してるうちに私の話も出てきて、S 君は私のことをあいつ頭いいんだよなって言ったそうです。付き合ってる時私は大した受験勉強もせずに合格したけど、 S 君は合格するかどうかでギリギリでとてもやきもきしていたそうで、私はそんな気持ちを全く分かっていなかったんです。歯医者の家に生まれたけど優秀ではなくて家族からのプレッシャーもあったようです。好きな人の気持ちが分かってないんじゃ振られても仕方なかったなって思いました。それからS 君は2度目の結婚で一人息子が生まれて、町の歯医者さんをしながらお父さんもやってるようです。あなたを好きになったのはただ楽しそうにバスケをしていたからなんだよというのはまだ S 君に伝えていないので、いつかまた会えたらそう言えたらいいなって思っています。うん、まあ このあれだよね、まあまあ初恋ってことですよ。うん、まあこのなんていうかな、まあこのお便りを読んでも何があったわけじゃないよね。うん、このでも何があったわけじゃないけど、その情景とか、まあいろんなことが何とも言えない、まあ、やりきれなさっていうのかな。うん、まあよくね、女の人は上書き保存で、男は別名保存って言うけどね、やっぱり上書きされるものでもないと思うんだよね。うん、人っていうのはこういうその好きだっていうこととね、まあみんなと生きていけないってことだよ。誰とでも生きていけるわけではない、なんか好きでもない人といなきゃいけないこともあるし、まあ好きな人とね離れなくちゃいけないこともあるっていう、それは理屈じゃないもんね。だからうん、まあだからそこが人間の悲しみなんでしょう。はい、お便りありがとうございます。それでは、続いて、どうしようかな。じゃあ揚げ物についた空飛ぶ発酵料理人さんのお便りです。地粉とくず粉を合わせることが最近の私のマイブームです。確かに片栗粉は使えますが、くず粉を使い始めたらやめられなくなってしまいました。私は料理人といってもアマチュアですから、もう亡くなりましたが中国料理人の長男で、私たちの台所にも立った義父は湯通しを調理前にしていたことをお話の中で思い出しました。いつもありがとうございます。なんだか私の引き出し発掘ラジオみたいですね。これね、僕もこれを読んでくず粉を、吉野の本くずをね、買いました。1キロ。まだこれを片栗代わりに使うっていうのがよく分かってなくて、本くずって塊になってるからね、あれをまず細かく砕くのかなとかね、この地粉とくず粉を合わせるっていうのはどういうことなのかなとかね、またなんかその使い方を教えてください。
割と僕このコメント読んですぐ真似してね、いろいろやってみたりしてるから、参考にしたいね。次、もう本当ねみん な長くてねコメントが、読むのはいいんですけど、ここで読むともう何人かで終わっちゃうからね。はい、じゃあ横田さんの発電所についてるコメントです。私が通う島には通称電気の家という住宅があります。所有者は矢野さんという方ですが、現在は都内にお住まいなので、普段は島の代表者が管理する空き家となっています。なぜ電気の家と呼ばれるかというと、島に初めて電気を引いたのが矢野誠一さんという方で、現在の所有者は誠一さんの子孫なのです。島には矢野誠一送電記念碑と書かれた石碑が立っています。いつの時代のことなのか分かりませんが、本土から離れた小さな島に電気を引くというのはなかなかの苦労だったことでしょう。つい数年前も海底ケーブルが断絶して島全体が何日も停電になり、四国電力の発電所が島にやってきたことがあります。それぐらい島のインフラは不安定なものです。東京での暮らしでは電気のありがたみを感じることが少ないですが、よく考えるとどんな場所でも安定して電気が使えるってすごいと思います。その裏でいろんな問題があるということも知らなければいけませんね。はい、これは本当にねそうですよね。このまあでもこれみんなね寄せてくれてるこの発電なんかの話なんかだと、じゃあこのルルさんね、東北の内陸部に住む友人は東日本大震災の時、お年寄りたちが力を発揮していたことを話していました。ガソリンは手に入りませんでしたが、リヤカーを使い灯油がなくても火を起こし焚き火を燃やしたそうです。私は東京で計画停電が数時間あっただけでしたが、電気が止まると風呂も炊けないですし、エアコンがつけられず厚手のコートを身にまといながら震える凍える思いをしました。東北の友人の地域は毎年人口が減ってますが、新しくできた飲み屋さんも夜10時閉店ですし、街の夜は家庭の窓の明かりも消えます。朝は早く、30年近く前泊まった時はその土地では朝一は4時半から清掃の集合も4時半でした。古くは夜は家族揃って布団に入り、朝はそれぞれが自然に目覚める生活習慣だったそうです。昭和初期には私の母も埼玉で子供時代に経験しましたが、お風呂は地域の中で交代に沸かし互いにもらい湯をしたそうです。人様の家のお風呂をいただくにあたり、礼儀物の言い方を教えられたと母は言ってました。東北の友人の住む地域は山々に囲まれた田んぼのある地域ですが、2年前に行った時、山の一部がげっそり削られていて、無残な山肌が見えてました。太陽光発電のためだと聞きました。そのためのお金がたくさんかかることは最近 YouTube で見ました。山々を管理していると薪がたくさん取れるとタクシーの運転手さんが言ってました。取れた薪を使って何かしたいと言っていたように記憶しています。銭湯は30年前にはいくつかあったのですが、なくなってしまったようです。まあ端的に言えばさ、この今の現代の生活がおかしいってことだよ。うん。でもとはいえ戻せない、昔には戻せない、だからじゃあどうしたらいいんだろうっていうところでおろおろしてるわけですよね。だからまあこのままほっといて、まあ世界中からエネルギーを輸入するとかっていうことに頼れなくなったらね、そしたら急にそれは薪だのなんだのにまた、目が向くでしょう。だから自分たちの、思想やね考えみたいなことで積極的に、消極的にではなく積極的に、昔にある程度戻せるとか戻すというふうに人間はできるのか、それともねやっぱり今のこの生活をまあ惨めに維持していこうと思うのかってことだよね。まあでもなんて言うんだろう、昔に解雇してもねしょうがないとは思うし、新しいやり方で、
実際人間の歴史で昔に戻るってほとんどないからね。だからまた新しい形で人間は何かを考えていくんでしょう。はい、では、じゃあシャビーのお便りです。自己責任の裏表で、小学生の頃ジャングルジムで遊んでいたら友達が落下して腕を骨折しました。ギブスでカチコチになって友人の腕を見て骨を折ると痛くて不便なんだと知りました。中学の頃友達と結託して学校のバスケットボールを盗んだら先生に見つかり怒られました。他校の先輩に脅されてやったと嘘をついたら同情されました。なんだか心にしこりが残りました。高校生の頃夜中まで友人と遊んでいたら母親に叱られました。夜中まで友人と遊びたいんですと訴えたところ、そんなに遊びたいんだったら自由にしていいと許しを得ることができました。心配を飲み込んで手を離してくれる母親に感謝しました。大学生の頃アルバイトしていた本屋さんで勝手にポップを書いていたら売れ行きが上がりました。伝える面白さに気づきました。自由に振る舞うことで気づくことで自己が確立されていく。自己責任って自己があるからこそ責任が取れるということでもあると思うんです。自己がないと責任を取れない。自己を確立するにはそれまでの間の自由を、誰かが担保してあげる必要がある。自由を取り上げておいて自己責任と言われたらルールに従うしかない。親が町の子のうるす、うん、親が町の子うるさいばおばあが先輩が先生が上司が自己を獲得するまでの責任を取る。他己責任の下で自己責任のエリアを広げていくのが大事なんだと思いました。誰しもが他己責任を負いながら自己責任の幅を広げていけたらいいな。まあまさにそうですね。うん、まあじゃあ今日はここまでにしますが、まあやっぱり多くの人は今のこのままでいいのって思っていると。まあでも実際今の生活な、今気づいてる家族だとかね、まあ、職場の関係とかっていうことを全部ねないことにして世の中を変えていいというふうにならない。つまり今ある人間関係みたいなものと、今の社会っていうのは密接に関係してるから、今の社会を否定するということは今の人間関係を否定するということにまあなるのだね。だとなると今の人間関係を維持した方がいい、ということは今の社会を維持した方がいいっていうふうに人間は思うわけで、まあそこに矛盾が起きるわけだよね。うん、まあそれでもねやっぱり新しい何かを、考えていったり、直せるものは直すっていうふうにしていかないと、その社会がなくなってしまえば今の人間関係そのものもなくなってしまうからね。うん、なんてことを思いますね。うん、でまあそのことを考えてる人は結構いるからね、まあ世代もあるんでしょうけど。うん、はい、このねラジオではもうお便りはね全て紹介しきれないということがもう分かっていて、一人ずつのお便りももうお便りというか一つずつが作文になってるので、読み応えもあるし、誰かが書いてたけど書くことで何かがこう自分の中に眠ってたことが呼び戻されるってことがあるからね。うん、まあこの僕のラジオが多少そういうきっかけになってんだとしたら、よかったなって思います。はい、それではね、今週明日からねもうちょっといろいろまた6月は今週で終わりだしね、なんか忙しくなってきたなっていう感じがしています。はい、ということで、今週もまたお便りをお待ちしているので、暇があったら書いてください。それでは。